皆さん、頑張ってくださいね。どうもこんにちは、いつも旬な期待で成し遂げたいオンドレアスです。今回はこの2021年10月に実装された支援機、ガルス系で成し遂げていくよ。このガルス系はレベル2なので、550コスト洗浄となっております。レベル2のガルス系に乗ってきたのは理由がありまして、この550コスト洗浄、先日ステルス強襲機のコンロイジェガンこと、ジェガンコンロイハーゲン戦機が実装されてからは、そのパフォーマンスの高さからコンロイジェガンが大量発生しており、ステルスで気づかぬうちに100メートル圏内まで近づかれ、バズハンドガンであっという間に支援機が脚部をへし折られやすい感じになってるわけですね。しかしながら550コストスタートの支援機の中には、アンチステルスを保有している機体がいないため、特にステルス機体への対処が困難なマップでは、支援機のストレスマッハオペレーション、そんな中このガルス系レベル2はアンチステルスを保有しているわけなんですね。アンチステルスレベル1は敵のステルスレベル1を無効化し、上位ステルスの感知距離を50メートル延長する効果。先日の動画で、450コストでアンチステルスあっても恩恵が少ない、ということを言いましたが、それは450コストのステルス機体がほぼ上位ステルスなため、感知距離を50メートル伸ばすだけなことが多いからですね。しかしここ、550コストのステルス強襲コンロイジェガンはステルスのレベルが1なため、アンチステルスを無効化、そしてレーダーで捉えたステルス機の HP バーを味方に共有できるので、ステルス機に奇襲されることを未然に防ぎやすいんですね。さらに500コスト支援機がレベルアップして550コストになった際、大体の機体が、射撃火力の要である射撃補正の上昇が3とか4という上昇幅7か、本気は7、なんと射撃補正が10向上、伸びしろ感じて背後からコンロイ、バリバリレーダーに映っていたのに背後を取られました。まあコンロイジェガンに切るので、わかってても詰められる時は詰められますね。本気はアンチステルス持ちということに加え、ビームキャノンを除く射撃武装の射程が350メートル以下と短め、そういった意味でも兵所マップ向きの機体と言えますね。初期士兵装はジャイアントバズミの機器ですが、エネルギーガンに換装しております。エネルギーガン、そしてビームキャノンと2種の即夜ロケ射撃を持ち、エネルギーガン駆逐ミサイルポットは高い DPS と蓄積夜ロケ値を持つため、追撃火力としてはもちろん、突撃してくる強襲機への自衛手段として非常に有効。そしてミサイルポットがリロード中も追撃火力を出せるビッグガン。バルカン並みの DPS なのにスラスター射撃できない3連装ミサイルポットと武装も充実。エネルギーガン付属ミサイルポットが火力、そして自衛手段として重要すぎるので、武装はエネルギーガンへの換装が激おすすめとなっております。この戦闘、正直ガルス系のアンチステルスがぶっ刺さっており、いい感じでございますが、対面にイワックジェガンがいた場合、範囲センサーによるレーダー障害でレーダーが使い物にならなくなったり、ジャミング範囲に入ると観測が無効化され、HP バーの可視化及び共有が行えなくなるため、アンチステルスのアドバンテージも、イワックジェガンがいれば半減。敵の編成次第で与える影響が大きく左右されることは留意しなければなりませんね。ここで敵のコンロイジェガンに動きあり、これは、私を借りに来てますね。ほなさいなら、味方のイワックジェガンがスポットしてくれているのでより察知しやすいですが、もちろん常時スポットできるわけではないので、過信は禁物。アンチステルスの有効な点として、対面はアンチステルスプラス観測により、自分の位置がバレバレだということに気づかずステルスムーブをしてくることがあったりしますね。というかガルス系にアンチステルスが搭載されていること自体知らなかったという人も多いんじゃないでしょうか。このポジション正直めっちゃ弱いですが、これ以上前に出るとボコされる気しかしないのでここは我慢の時。今だー、あやっぱりダメだったかもしれないです。ハンドガンが骨身に染みる。ガルス系3機目、ヒアウィーゴー。スコアはやや押しておりますが、我がチームは機体が割とボロボロ。加えてアンチステルスにより、
捨てる隙も漏れなく感知できるとはいえ、あくまで防ぎやすくなる程度のもの、狩られないよう注意しながら進軍しましょう。オーバーヒートのスタークジェガンダー、エネルギーガンディ向けのミサイルボット。ここでスタークジェガンの HP がなくなったのであれですが、この後まだエネルギーガンディ向けのビッグガン、エネルギーガンディ向けのと、有効射程は短いながらもいつまでも射撃弾幕を張れるのが本気の強み。3連装ミサイルボットを織り交ぜればデフォルトでも弾幕を発揮できますが、なるべくなら高パフォーマンスのエネルギーガン、B 向けのイン、付属ミサイルボットを回したいので、カスタムパーツクイックローダーでリロード速度を向上させております。この機体は射撃武装すべてにリロード短縮効果が乗るので、カスタムパーツはクイックローダー済みがおすすめで、アチチチチチチファイアナッツで消毒されています。四方八方からの波状攻撃、燃焼ダメージも合わさりゴリゴリ減る機体 HP。最後の戦いへ向け、オンドレアス、参ります。敵のコンロイジェガンは3つとも瀕死ですね。これは後期到来の予感。アドバンスドヘイズルの盾をかわして脚部シューティング、盾をかわして脚部シューティングからのダメ押しの空中ミサイルボットだー。なお前段フレンドリーファイアでした。連続戦闘にも対応できる弾幕力。この機体扱いやすくて結構スコ。そして足回りは機体レベル1から変わっておりませんが、スラスター量が70と高めなので、ポジションチェンジもバッチリですと、時間がないから単立してきましたね。合わせて逃げても無駄無駄ビームキャノンエネルギーガンミサイルボット、勝ったな確信、ガルス系レベル2、ステルス環境に適しており、対応力や扱いやすさもいい感じ。変な機体乗るぐらいなら全然ありかと思いますね。ちなみにステルス機体の HP バーは共有できますが、味方機体のレーダーには映っていないので、ステルス機体に裏を取られている場合などは、チャットによる注意喚起で気づいてもらうのも重要。あ、これちょっと調子乗ったかもです。よろけ継続さえされなければ落としきれないはず。おおおノットナムさん、コンロイジェガンの構えかっこよ。ガルス系レベル2でした。イーワックジェガンがいなければ良い感じ、ここ重要。それでは今回はこの辺でー。